どうもこんにちは、インターグロス九州ベンチャー大学の茅野と申します。この武田雄一のですね、社長のためのランチェスター式学習法ということですけど、まあ、ざっと読ませていただきました。まあ、結局弱者の戦略、ランチェスターの弱者の戦略、強者の戦略、この2つをですね、お分かりの方は納得ということでしょうけど、一つは、まあ、勉強するものも選ばなければいけない。まあ当たり前ですけどね。本、例えば今ですとですね、本屋に行くとこの武田雄一の対局はですね、大前健一さんの本がですね、今並んでいます。大前健一さん、ね、マッキンゼにて、まあ、超大企業 JR とかですね、マレーシアの国のコンサルタントとかやってるような方なんですけれども、まあ、お前さんの本とか見ると、いわゆる MBA 系ですよね。まあ、超大企業向けです。超大企業向け。で、かつ、まあ、サラリーマン、幹部研修系が多いですよね。で、それに対して我々中小零細自営業。これ、社長のためのランチェスター式学習法って書いてますけど、これは、まあ、簡単に言ったらですね、中小零細自営業、99% の世の、中小零細自営業は、弱者の戦略の方を勉強した方がいいんじゃないでしょうかと。超大企業の人たちはドラッカーさんとか NBA とかですよ、そういった勉強をすればいいと思いますけれども、中小零細自営業は、やはりその、まあ、超大企業とは逆の分野の本とか教材とかセミナーとかそういったものに出た方がよろしいんじゃないかということ、あとはまあ講演会とかセミナーとかもありますけれども、なかなかそれをですね、自分に応用することが難しかったりしますよね。あと、いい本っていうのは2、30冊、100冊に1冊ぐらいしかなかなかないですね。自分に合う、あったやつ。で、かつ、本を1回読んだ、もしくは講演、セミナーを1回聞いた、もしくはコンサルタント、いい社長に会った、いい話を聞いた。でも、エビングハウスの忘却曲線のごとく、翌日にはもうやはり8割弱が忘れてしまうわけですよね。ですから当たり前ですけど、いい本、いい教材、いいセミナー、いい話、というのは何度も何度も繰り返し学習が必要だと。繰り返し学習。ところが本はなかなか、この本なんかもそうですけどね、まあはっきり言って眠いですわ。原理原則古典っていうか、まあ硬派の内容ですから、武田氏ですからね、なかなか二度三度っていうのはですね、いい本でも読むの難しい。まあそこで武田氏が提唱してるのは、自らもやった教材学習、 CD とか DVD とか、それを繰り返し聞く、繰り返し見る、そういう教材を使った、勉強法っていうのがよろしいんじゃないかというふうなんですね、まあ、提案をですね、まあ、やってます。ですから、世の中小零細自営業にとっては、まずは弱者の戦略的な、本やセミナーや教材かどうかっていうのを見分けること。あとは、まあ、本もいいですけれども、その内容を、まあ、音声とかですね、動画で繰り返し繰り返し学習した方が、身に入る可能性が高いということですね。まあ、まあ、そんな感じです。ですから、よろしくお願いします。